通の食堂に見えて実はハイクオリティ。今回は内容勝負の丼メニューが登場。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯。沼津港で遅めの朝食というか早めのお昼ご飯を探す。ここはどうだろう。いかにも港の関係者や地元漁師さんが普段使いしてそう。いろいろあって目移りしちゃうけど、常連さんがよく食べるものって何ですか？海鮮おまかせ丼をよく食べていらっしゃいますけど。というわけで早速調理開始。本日のネタはマグロにアジ、タイ、ウニ、イクラなど13種類。さすが港の真ん前。来ました来ました、これが海鮮おまかせ丼ですか。所狭しとネタが並んでいるのに、丼の中はまるでアートの世界。もちろん折り紙付きの新鮮さでコスパ抜群。箸休めの漬けにもグッドです。すいません、私もリピーターの末席に。